やっほ、つむぎだよ。えへへ。今、少し話せるかなうん。ありがとね。うんとね。あの、あのね。あ、もう、まだ何も話してないのに。あーしったらピュアすぎ。ねえ。あしの言いたいこと、わかる。当ててみて。うん。すごーい。うん。半分正解。半分はグップ。 だからさ、この前、あんなことがあったからさ、ちゃんと、アーシの本当の、気持ちについて、説明しなきゃって思ってたんだよ。うん、うん、うん。そうだよ。だから、もう離婚しちゃいなよって言ってるじゃん。そんなに辛いならさ、紬、あなたの辛そうな顔を見るの、耐えられないよ。そ、そしたらさ、アーシが代わりに、 嘘じゃないし。あの時、言ったこと。本気だから。紬がまだ高校生だからって。そんなの関係ないよ。ああしは本気だから。本気なんだもん。まあ、今すぐ答えなくてもいいけどさ。いつまでも待ってるけど、待ってる方の気持ちも、少しは考えてみてね。胸が張り裂けるほど、切ない。ああしの気持ち。うん、うん。 今日は大きな声出してごめんね。お話聞いてくれて、ありがとう。また、電話するね。かすかべつむぎでした。大好き。キャッ、キャッ、キャッ。何言わせんのよ。もう、エッチ、エッチ、エッチ、最低。もう、切るからね。べーだ。